こんにちは。 FF12、 今日はいよいよオメガマーク12と戦います。メンバーはこの3人なんですけれども、でね、ガンビットの方がオメガの攻撃力が非常に強くてですね、まあ1回に1人しか攻撃できないんですけど、その攻撃がものすごい強くて、そのバンの攻撃破壊で敵の、あの前回のマシン竜のように攻撃力を落とそうと思ったんですけど、全然成功しないんですよね。だから今回はリバースを使って、まあ、全員3人ともリバース、常にリバース状態にして敵の攻撃を食らったら逆に回復する状態ですねっていうのを常に保って戦おうと思うんですよね。で、まあバルフレアのガンビットが、まあ一番最初にリバースを持ってくると。で、アレイズ、ディスペルと。あ、このディスペルっていうのはね、敵のその、あの、オメガの攻撃で、時々、こっちが、バーサク状態になっちゃうんですよね。まあ、バーサク状態でもいいって言えばいいんですけど、この、バルフレアとかフランがバーサク状態になっちゃうと、このリバースとか、アレイズができなくなっちゃうんで、一応、ディスペルで直します。で、このケアルガは封印するんですよ。っていうのはずっと3人ともリバースなんで、リバースにケアルガをやると死んでしまうんで、ケアルガは封印します。それでフランの魔法攻撃力を上げるためにフェイスと、バッシュの攻撃力を上げるのにブレイブと。で、あとバンの役もまあいらないと思うんですけどね。状態異常はベルセルクしか、バーサクしかならないんで、で、あと MP が減ったら、ハイエーテルと。それでね、オメガなんですけど、8つの属性のうちどれかが常に弱点なんですよね。で、その弱点攻撃をつくと、その弱点が変わっちゃうんですよ。ですんで、まあ、弱点攻撃を一つずつついていけば有効なダメージが与えられるんですけど、一回当たると他の属性に弱点が変わっちゃうんですよね。それでそのバルフレアとフランで、オメガの弱点攻撃をついていこうと思うんですよ。でね、バルフレアが担当するのが、まあ、土属性ですね。土属性の魔法ってあんまりないんですよね。あんまりっていうかないと思うんですよ。この土属性に弱い敵は攻撃ってなってるんですけど、バルフレアの装備が、刀がね、甲賀忍刀なんですよね。甲賀忍刀が土属性の刀なんで、忍者刀なんで、土属性に弱いとき攻撃と。で、あと、生属性にオメガが弱いときにホーリーで攻撃します。バルフレアは土と生を担当します。で、あと、それ以外のときはドレイン、無属性の魔法でバルフレアは戦えます。攻撃すると、あ、でね、弱点になってる属性以外の攻撃をすると、オメガは回復しちゃうんですよね。だからまあ、攻撃するのは無属性の魔法か物理か弱点の属性でないとまずいんですよね。で、フランがね、まあフランもリバースを、3人ともリバースにするんで、まずリバースを持ってきて、で、レイズ、ディスペル、バーサクを打ち消すと。で、ケアルガが封印して、まあもうね、今回はフランが本当主役なんですよね。赤魔同士の本分を発揮できるというか、まあ、火に弱い敵がアーダー、水に弱い敵がアクア、雷に弱い敵にサンダガ、氷に弱い敵にブリザガ、闇に弱い敵にダーガ、風に弱い敵にエアロっていう風に、フラン一人で 6つの属性を担当します。で、それ以外の時はアタック。まあ、ビブルスの骨は無属性のアタックなんで、まあ、攻撃できますよね。で、バッシュがね、まあ、オメガはね、普通の無属性の物理攻撃もそこそこ普通に有効なんですよね。ただ、オメガのヒットポイントがまあ減ってくると、その物理攻撃が例のごとく全然効かなくなってくるんで、まあでも、オメガが瀕死状態になるまではバッシュで、一番攻撃力の高いバッシュで攻撃してもらおうと思うんですよ。まあ、レイズと、まあ、万能薬は使わないと思うんですけど、あとハイエーテルと、まあ、あとね、一応プロテガをみんなにかけてもらいます、バッシュには。それであとは、
あとはいいっすね、攻撃破壊オメガにちょっと効かないですよね。まあホーリーもバッシュ使えるんだけど、まあホーリーはバルフレアに任せます。でまあバッシュは普通にラグナロクで攻撃してもらいます。でね、装備がね、まあこのコーガ、バルフレアはコーガニントですね。これが土属性なんですよね。であとバブルアクセサリー、バブルチェーンは3人ともバブルチェーンです。これね。でバッシュはラグナロクと、まあ、バブルチェーンと。これでまあ3人ともリバース状態をずっと保って戦おうと思うんですよね。今ホーリーが弱点だったんですね、オメガの。ですぐに次闇属性が弱点に変わりました。ちょっとバルフレアが遠くにいるんで、今氷属性が弱点なんでフランが弱点をついてますね。今バルフレアがアタック、これがバルフレアがアタックしたってことは土属性が弱点だったんですね。ですぐ次サンダが、雷属性が弱点に変わって、まあフランかバルフレアがどっちかが、今バルフレアが一瞬ホーリーをしようとしたんで、これでホーリー今正属性が弱点ですね。でこれで変わって、あ、フランにディスペルでまだ次の弱点をつけてないですね。あ、ダーガですね。今闇属性が弱点だったんですね。こうやって次々に8つの属性を全部カバーしてるんで、まあ、弱点攻撃をつけてます。まあ、ただね、フランはエアロとかウォーターとかは初期の、まあ、一番弱い魔法しか持ってないんでダメージはそんなに大きくないんですけどね。まあでも非属性の、まあ、弱点ついていけば弱点の属性が変わるんで、フランの得意なアーダーとかを放てるチャンスも来るってことなんですよ。でバルフレアも、あ、バルフレアじゃなかった、バッシュはただ単にラグナロクで切ってるだけなんですけど、そこそこダメージ与えられるんですよね。4000以上は、4000近くは与えてますね。もちろんね、このバッシュの役をバンがやってもよかったんですけど、バンだったら自分でリバースがかけられるし、まあバンがやってもよかったんですけど、まあバンよりバッシュの方がこの物理攻撃のダメージはだいぶ大きかったんですよね。安定してるし、だからバッシュに変えました。バルフレアはまあ、土属性とか正属性が弱点でないときはドレインで攻撃してます。無属性の魔法ですよね。これ本当使い勝手がいいですよね。バッシュはどっちに行ってるんだこれじゃバッシュにリバースが、バッシュもうちょっとこっちにおいでこんなに離れてたらバッシュにリバースがかけられないじゃないか。まあ、フランはちょっと離れてても大丈夫だろう。よしよし。あ、今バルフレアが攻撃したから土属性が弱点でしたね。あ、バッシュが強制水状態になってしまった。いや、こんなにみんな離れて戦ってるとまずいんだけどな。ベルトアタックですね。3人バラバラに三角状態でオメガを包囲してます。
しかしこのなんとかに、あ、プラのアーダー、火属性が弱点ですね。この時にすごいダメージを与えられるんですけどね。結局ね、フランもね、あの召喚獣誰だったか忘れたんですけど、誰かの召喚獣をフランに覚えさせて、ファイガとサンダガとブリザが、まあ、火と雷と氷の、まあ、一番強い魔法を覚えることができたんですよね。だから本当赤魔同士って本当役に立ちますよね。最初はなんかいまいち全部中途半端かなと思ったんですけど、ものすごい役に立ってます。ん、バッシュ大丈夫か。バッシュちゃんとリバースかかってるかな。あ、大丈夫ですね。あのもうオメガの腹の下で戦ってるバルフレア。あ、バッシュのリバースが、あ、大丈夫か。バルフレアどこで戦った。あ、バルフレアが死んでしまった。大丈夫か。すぐ3人いっぺんにやられなければ大丈夫ですよ。もうね、この状態で、このオメガが今瀕死状態ですけど、こうなるともう物理攻撃あんまりって言っても、あ、でも結構1000いくつは与えてるか。まあまあ与えてますね。まあでも今、フランが氷与えたんですけど、ブリザがね、ブリザがで1万ダメージいったんで、やっぱり、こういう状態、瀕死状態になったらもう、このやっぱり弱点を突く攻撃が非常に有効なんですよね。ダーガで1万以上と。あ、フランが死にそうだ。でももうヒットポイントが減ってもケアルガで回復はできないんですよ。ああいう風にフランが死にそうになったらオメガに攻撃してもらうしかないですよね。回復するには。これがこの戦法の弱点なんですよね。オメガに攻撃が来ないと回復が、オメガからの攻撃が来ないと回復できないというね。あ、でももうやっつけられそうですね。エアロドレインアーダーですよ。これで決められそうですね。よっしゃ、やっぱりフランのアーダーが決めた。なかなかすっきり倒すことができたと思います。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。